ラグビーリーグワンの初代王者を目指す埼玉パナソニックワイルドナイツを応援しようと、県庁の職員が今日からチームシャツを着て職務に励んでいます。ブルーのシャツを身にまとい職務に励むのは県庁広報課の職員です。この取り組みは県が埼玉パナソニックワイルドナイツの本拠地がある熊谷市などとチームの応援に関する連携協定によって行われました。シャツの背番号24はベンチ入り23人の次の番号で1番目の応援団を表しています。新型コロナの影響でリーグ戦開幕2試合はつまずいたものの、現在3位につける埼玉ワイルドナイツ。県は今シーズン熊谷ラグビー場で試合が開催される土曜日のホストゲームの前日は800人の職員が青いチームシャツを着て優勝に向けた機運を高めていきます。自分の地元の地域にそういう新しくチームが来てみんなで応援しようという、職場でも応援しようというところがすごくいい取り組みだなというふうに思います。いつもとは様子が違うんですけれども、みんなで熊谷ワイルドナイツを応援しようという気持ちが高まっているのを感じるので、私は楽しいなというふうに思っています。ラグビーリーグワン明日の第12節は午後2時30分からテレタマで生中継します。